どうも、吉谷です。今回はですね、緊急インタビューということで、塾生さんの、銀乳特選隊緑のやすさんとセッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、緊急インタビューさせていただいたのは、こんなメッセージを、いただきました。読ませていただきます。今日は自分のバカさ加減にびっくりしたのでメールします。私は20年以上ノウハウコレクターです。うまくいったのは英語とドイツ語ぐらいで、あとは全部情報を買っただけです。当たり前ですが、ノウハウを買うだけではダメだと、やるだけダメで、どれだけやるかが重要です。だけど、こんな僕、自分がダメですみたいな、そのノウハウコレクターなんです、ダメですみたいなメッセージが来たので、今回ですね、ギニュー特選隊緑谷さんもノウハウコレクター日本代表としてですね、ちょっと見解が欲しいなというところで、これ聞いてる方は、ちょっと銀融特選隊緑のやつさんがどれだけノウハウコレクターなのかっていうのはご存知じゃない人もいるんで、ぜひ自己紹介を、ノウハウコレクター自慢をお願いします。 皆さん、輸入特選隊緑のやつです。僕はですね、今、吉谷さんから紹介があったように、もう本当ノウハウコレクターの、ノウハウコレクターの、なんていうかな、もうず、本当ずっと昔からのもうノウハウコレクターで、ネットビジネスも20年ぐらい前からやってて、で、もう常に、商材をもう買って買って、買いまくってですね。で、もう、総額ですね。もう1000万を、余裕で超えてるぐらいまで、買っちゃってるぐらい、本当はもう、生粋のノウハウコレクターです。はい。こんな感じです。はい、ということで、ネットビジネスとか、そのネットで稼げるみたいなのを知ったのはもう20年ぐらい前ってことですかね、じゃそうですね、20何年前ですね、多分。あ。はい、もう、年齢は今公開しても大丈夫ですか？40代ですね。40代。はい、はい。ということは、20代ぐらいの時知ったってことですかね。そうですね、もう本当、もう初めの時から、いやー、そこから1000万ぐらいぶち込んで、僕も知ってる方は、結構ね、対談も何回かさせていただいたんですけども、毎日メルマガをチェック、今ね、動画ありますけども、昔はメルマガだったじゃないですか。はい、だから毎日メールチェックしてたんですよね。そうです。メールばっかりですね。もう隙間の時間があれば常にもうメールチェック で、ニヤニヤで、してるみたいな。そうなんです。で、もうメールを読み終われば、よし、今日もネットビジネスやったみたいな感じですね。で、俺なんか仕事できてるみたいな感じでしたね。 儲かりますよっていうメルマガをチェックすることでネットビジネスやってるみたいな。そうですね。もういろんな方のメールをひたすら読んでましたね。朝か、朝朝かもら。早く起きて。へえ。すみません、僕もう完全に売る側だったんで。それはメール読んでるとき、アドレナリンみたいに出てるんですか？それはもう出まくりですね。やっぱり気持ちがいいんでね。もう常にもうアドレナリン出まくりですね。脳汁が出まくりみたいな。脳汁出まくりですね。本当、スロットの脳汁と同じですね。もうたまらんぐらい。こんな儲かりますねみたいに来ますもんね。そうなんですよ。もう、で、それで教材買うじゃないですか。はい。で、そのなんで1000万買っていく中で気づかなかったんですか？途中でちょっとはね、気づき始めた時もあったんでいや、す途よ。中っていうのはどれぐらい買った時ですか？もう1000万前ぐらいの 時に、1000 万遅い。前、1000万前、それってもう、遅い。多分1500万ぐらいは買ってると思うんですけども、ちょっと多分、もう一回いいですか？ 1500 ですか？多分、本当は多分買ってそるれと思バうんカでですけすども、ね。 家買えんじゃないですか？鹿児島で家建ちます、それ。でも、ちょっと1000万超えたあたりぐらいから、ちょっとこれ、やばいんじゃないかと思い出して、気づくの遅いっすね、だいそぶ。れが遅いんですけども、もう完全に中毒になってるなと思ってですね。ちょっと話を追って申し訳ないですけど、その借り入れとかはしてたんですか？その一銭。してないですね。じゃあ結構、貯金があったってことですかね。そうですね、まあそ、うん、
違うとこでもいろいろ稼いだ分もあったんで、おお、なるほど。じゃあ、まあ、その貯金全部ぶち込んでいくみたいな。そうですね、もう本当に、なんかたまに、月に、私、なんか3万までとかね、決めてる、まあ、賢い人とかもいたんですけども、もう何言ってんだみたいな感じで、もう買って買って買いまくってましたね。でも中毒で、たちが悪いのが、食欲とかね、睡眠欲とか、性欲って、まあ、ある程度こう、なんか、まあ、例えば食欲だったら、ある程度ご飯食べまくったら、もうお腹満腹で、満足するんですけども、この、まあ、情報の欲って、いくら買っても満腹ならないんですよ。へえ、そうなんですね。そうなんです。で、今日買っても明日新しい商品をまたメルマガで紹介されたら、また買っちゃっていってしまうんですよ。もうどん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 パク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  もうブクブク太るみたいな感じですね。ああ、まあでもね、食べ物だったら、まあ胃が、パンパンになるんで、もうそう気で持ちす。悪い、なんかね、そうです。あるけど、確かに情報って、まあ、そういうのがないっちゃないかもしれないですね。胃袋的なところが、そう。確かに、そのリミッターね、なんかもうこれ以上食ったらゲロ吐くみたいにないですもんね、情報っないでて。すよ。そうなんです。なるほど。睡眠欲もね、ある程度寝たら別にね、眠くならないじゃないですか。まあ確かに。なんでもバクバク食べてましたね。で、バクバク食べても自分の収入変わらないわけじゃないですか。変わんないですね。それは、まだまあ貯金あるから大丈夫かなって感じだったんですか？そうですね。そういうのあんまり考えてもなかったですね。なんか本当、どん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 買っちゃって、やっぱもう中毒、完全に中毒ですね、もうその時は。で、その1000万超えたとか1000万ラインぐらいでもやべえなっていうことに気づき、貯金通帳をな、これやべえぞみたいな、あれあんなにあったのにみたいな。で、どうされたんですか？それでもうこれは本当まずいと思ってですね、制限かけなくちゃいけないと思ったんですけども、やっぱり制限もなかなかかけれなくて、やっぱ買っちゃってて、で、もう本当これでもう最後にしようって思った時に、まあ、僕は、まあ吉谷さんをね、最後に決めたんですよ。決めたっていうのは、まあ、じゃあ僕以外にもいろいろと、まあ、メルマガもね、いっぱい撮ってたと思うんで、まあ、いろいろ候補みたいなのあったんですか、僕以外に。ありましたね。あ、あったんですね。なぜ僕みたいなのが選ばれたんですか？いや、最後本当2人に僕は絞って、大御所の方と、それと吉谷さんを、まあ、僕はどっちにしようかってすごく考えた時に、僕は、吉谷さんをちょっと選んだんですよ。ちょっと待って、大御所の方の名前を言わなくてもいいんですけど、その僕を選んだその決定的な、まあだって、まあ大御所というとこだけでもいいんですけど、僕多分大御所じゃないんですよ。チャンネル登録者数もないし、なんだ、メルマガ30万人持ってますとかもないし、LINE アット今470ぐらいだし、だからもうしょぼいわけですよ。一応本は出してますけど、ブランディング的にそんなになんかガツガツやってないので、そうどうですね。もみたいな、バカみたいなやってるじゃないですか。多分大御所の人って結構ちゃんとブランディングしてると思うんですね。そうですね。で、なんでそのどうもみたいな人を選んだんですか？ですね。まあ、今まで、その時にすでにもう、大御所の方のね、まあ、そういう、情報商材とか、まあ、コンサルとかいろいろ受けてきて、結局自分は何も変わらなかったんですよ。やっぱり、ああ、なるノウほど、ハウ。なるほど。じゃあ、1000万投資してきた中で、いろんな大御所の方のコンサルも受けてたってことですね。そうですね。もう本当、初期の頃からの、もう、すごい人のコンサルとか、商材をたくさん買ってきて、そんな、なんかわけのわからない人のはあまり買ってないですね。やっぱりある程度買ってきたらもう見る目も出てくるんで。ああ、なるほど、なるほど。まあ、1000万も買えばね。そうそう、もう、あ、こいつダメだなとかね。あ、これちょっと。お前が一番ダメちゃうみたいなね。
1000万買っても気づかないお前がダメなんじゃないかと突っ込んじゃいましたけど。今、はっと気づきました。本当ですね、これ。僕、一番ダメですよね、これ。なるほど、なぜか知らないけど、上から目線みたいな。こいつとか言う、あれじゃないですよね、本当。自分がまだ一番底辺にいるってことすら気づいてないみたいな。今、じゃあ僕にもこれ気づきましたわ。ほんまですね。あ、なるほど、まあ一応目が出てきたってことですね、その見る目が。そう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 。うん、で、まあいろいろこう、まあ、しっかりした情報も、まあこういろいろ、いいね、有名なところの、まあ、買ってたりして、はい、うん、で僕は全然そこでやっぱり、もちろん作業しないんでね、やっぱり情報商材買ったらそんで終わりなんで、うん、はい、それはやっぱり成果も、まあ、出ないんですけどね、今考えたら、うん、はい、うん、で買っては次行って、買っては次行って、もう商材を買ってはもうログインもしないまま、一回も動画を見ないまま次にどんどん行っちゃったりしてですね、そんなん、まあ、稼げないこともあれなんですけども、はい、僕は最後吉田さんを選んだのはですね、まあ、初めはですね、なんだこの人っていう動画から僕は見始めたんですね、はい、吉田さんの動画を、はい、でそのうち吉田さんの動画がどんどん僕のおすすめというか YouTube に上がってくるようになってきて、はい、で徐々に見るようになってきて、はい、で他の方とも圧倒的に違ってたのはやっぱり、動画数ですね、うん、動画 YouTube の動画の数が圧倒的に多くて、やっぱり、もうガンガンにやっているという姿を見てですね、でこういう人じゃないと僕ダメだと思ってですね、はい、でこの人についていこうと思って、最後石田さんのところに、行ったんですね。なるほど、なるほど、うん、で、まあ、今までその大御所の方の教材塾コンサル受けてきて変わらなかったと。で実際僕の今塾とかコンサルにも入っていただいてますけれども、はい、まあ、僕はね結果を、直近の結果もシェアしていただいたんで知ってるんですけど、どういう変化、はい、変化がありました。じゃあ報告ちょっともらっていいですかね、直近の結果を。あ、直近はですね、今月はコンサルを、ちょっと始めてみようと思いまして、で、まあ、募集したところですね、15万のコンサルで、5名の方が参加してくれました。なんで、まあ、75万円の売り上げですかね、うん、今と今月は75万です。でもまだあと残り15日あるんで、もしかしたらまた、違う商品が何か売って100万に届くかもしれないんですけども、まあ、そうですね、まだね、うん、もうちょっと日付、そうなんですよ、あ、 今収録してるのが16か16で、あと15日、今月って31日まででしたっけ。今月30ですね。あ、30か、あと14日ありますね。じゃあなんですよ、だから僕も100万超える可能性もまだあるんでね。あ、まだありますね、そういう気はね。ありますありますよ、だから ありますね。まだまだこれからです。あ、だから今日情報発信の話ちょっとしてたんですね。そうそうそう、あ、ちょっとアップセルで売ってみようか。そうなんか乗るんじゃないかと思って。お、いいじゃないですか、ちょっと。そうそうなんですよ、貪欲になってましたね。まあ、狙えるんだったら狙った方がいいですから、月収100万ね。結構でもなんかいけそうな気もするんですけどね。うん、そうですね。で、まあ、じゃあ、まあ、今月今4月16日時点で75万、4月の売り上げとしては4月75万上がってると。はい。で、まあ、そのコンサル売る前にもフロント商品とかもちょいちょい売ったりとか、人生で初めて商品売ったりとかできるようになったじゃないですか。はい、なりました。で、今 YouTube の動画本数が何本ですか。うん、もう500本近く行っていると思いますね。500本。500本ぐらい行って。そうですね。で、YouTube 集客で、YouTube の、うん、はい、あ、すみません、YouTube のチャンネル登録者数が今何人でしたっけ。534ですね。534。で、LINE アットの登録が。LINE アットが87くらい。87ぐらい。はい。うん、で今まで、まあ、今回その4月コンサル売りましたけども、うん、はい、人生で初めてそのフロント商品だったりとか3万、はい、5万とかの商品とかの売り上げも全部合わせるとどれぐらいトータルいきました。まあ、でも100万いってないわけですね。でもそれでも、あ、100万まだいってないですか。
はい、まだそこまで、売り込んでなかった、売り込むというか、コンサルの方に先売っていこうと思ってたんで、でもまあ、今からだったら多分どんどん売れるて、売ったら売れると思います。まあそうですね。やっぱり自分自身、商品に自信があるんで、多分見ている方もそれが、肌感覚で分かってくると思うんで、多分売ったら売り上げは上がると思います。いや、逆に1000万もぶち込んで自信なかったらちょっとやばいですよね。もう何教材勉強してきたねみたいなね。まあさっきですよね。ログインもしてないみたいな話をしてましたけど、まあさすがに1000万ね、1500とかなんか 自信持とうよって僕は話なんですけど。ですよね。ちょっと今日、これ2回目ですね、ハッとしたのは。いや、なかなかね、まあ、1000万から1500万ノウハウを買う人なかなかいないですよ。ですよね。本当に絶家対。建ちますからね、マジで。いや、マジで鹿児島で一軒家建てられますよ、本当に。ですよね。で、まあまあ、今はまあ、アウトプットがまあ、今まではインプットだけだったじゃないですか。そうですで、ね、圧倒的に。動画本数も500本っていう、多分異例だと思うんですよ。ノウハウコレクターの人が今、動画、なんだ、そこまで、ノウハウコレクター漬けじゃないですか。そうですね。漬けもいいところで でも今アウトプットで500本ぐらい動画撮れてるっていうのはすごいその変化だと思うんですよね。あと自分の商品もこう実際売ってみたいな。で、月収100万も本当に目の前じゃないですか。それはその大きくインプットだけだったのにアウトプットができるようになったなんか理由ってありますか？理由は、まあ、前にも一回行った時あるんですけども、吉谷さんに、まあ、嫌われたくない。僕に嫌われたくない そう、何やってんだお前と、やれというのをね、もう愛想尽かされるのが嫌なので、まあ、必死にやったのもあるんですけども、まあ、それとまあもう一点、結構僕の場合は、変なお客さんというか、変な方が、来なかったんで、なんかあんまりつまずくとこもなかったんですよ。まあ、結構そこら辺恵まれてたかなと思います。なんか常に感謝されて、もうこう僕がこう商品売ってもすごく喜んでくれたり、まあ、メッセージ投げてもすごく喜んでくれる方が結構たくさんいて、で、まあ、そういうのもなんか運が良かったかなというのはありますね。まあそれはあれじゃないですか、フリーコンテンツちゃんとギブしてるからじゃないですか。ただそれ ただまあそうなのかもしれませんね。単純に ちゃんと真面目にやってるから真面目な人が来るんじゃないですか。そうですね。言われて。僕ってそのいろんな人が来る理由はいろんな動画があるんで それはいろんな人来るじゃないですか。めちゃめちゃいろんな動画足したようにアップしてますし、もともとその情報商材っていう本出して、一応それなんで、情報商材を買う人って変な人しかいないので、まだ僕代表になるじゃないですか。いや、そうそう、だからそこはね、僕も変だからお互い様って思ってますね、最近は。いや、俺も変やし、みんな変だ。情報商材来る人って変な人しかいないんで、俺も変ですやね。し、みんな変だから、なんかまあもうそこの世界で生きようって僕決めましたけどね。なるほど。変な人だし、変な人が集まってくるから、変な人たちで頑張ろうぜみたいなるほどな ですね。だからなんかその、まあ、そこは僕は諦めてるというか、まあ、それはそれで受け入れてやってますけど、今は。だからそのやろうと思えばできるんですよ、綺麗にブランディングすることも。まあそうですね。動画もかっこよく作ろうと思えばちょっとはできるし、1日1本ペースでしっかりコンテンツ作ってなんか綺麗にやっていくこともできるんですけど、まあ僕は今のスタイルでいいかなって、僕が一番やりやすいんで。ですね。逆にですよ、もし僕が1日1本で綺麗な感じで動画撮ってたら、多分ギニュー特選隊さんとのご縁がなかったと思うんですよね。僕もそんな気しますね。それはありますね。だから正攻法でやっていたら多分この出会いないんですよ。なんか、そうですね。
なんか編集で綺麗な動画見たとき、ちょっと違和感感じるときもあるんで、悪い。多分みんな思ってる方、多分今これ見てる方、10人ぐらいいますよ。いやでも僕ね、言われましたよ。なんか去年かな、あやさんとの外注化2.0を売った時に全部編集してったんですよ。で、最後お問い合わせした時に、いや、吉谷さんと今までとは違う動画で、なんか僕が見るような動画じゃないと思って見てなかったんですけど、改めて見たら、どうのこうのみたいな。で、そんなおと、そう、そういうお問い合わせいただいて、編集したから逆に見られないってあるんだみたいな。でも多分結構いると思いますよ。僕もその方と多分同じですね。なるあほるど。ある まあ、圧倒的にりノます。ー編集が多いですからね、僕は。そうですね。それでみんな集まってきてると思うんで。で、これ聞いてる方の中で、今回そのインタビューした理由がノウハウコレクターから脱出するためにはどうすればいいのかっていうところを、自分が今脱出できてるわけじゃないですか。今なんかもう毎日メールチェックとかしてます？全然してないですね。メールさえ見てないですね。なんで、吉谷さんからメール来てたら、ちょっと怖いなっていうのもあるんですけどね。なんか、すっぽかしちゃってるかなっていうのが。いや、全然それはいいですよ。僕の情報を受け取るよりか、優先順位は自分が情報を発信することですから。そうですよね。優先順位は一番自分が情報を発信することが優先順位なんで、そこを気にする必要ないですね。そうですね。なんでもう本当メールはもう全くほとんど見ないですね。もう全然変わりましたね、その辺。前まではもう本当もうメールばっかり見てたんで。まあ本当ね、昔から情報商材を書いてる人はもうメールがね、メール全盛期でしたからね。そうですね。僕もね、メルマガでずっと売ってきたんで。なるほどね。なんかその今ノウハウコレクターから脱出できない人、いまだにやっぱノウハウを買い続けて、僕ノウハウを買うことは悪いことじゃないと思うんですよ。で、実際に義乳独占隊緑のやつさんも僕の塾か塾まあ僕の商品ほとんど買ってるし、僕の塾も入ったし、僕のコンサルにも入ってるじゃないですか。その塾とかコンサル入ってくれたから今がある部分もあると思うんですね。そうだですから、ね。そのノウハウを買うとか、塾に入るとか、コンサル受けることは僕、悪いことじゃないと思うんですよ。ですよね。なんかその脱出する方法みたいな、なんかあります？自分が脱出した上で、なんか良かったの。なんか、その脱出できない人へのメッセージですね。いろいろあるんですけれどじゃあ、も。いろいろお願いします、いろいろと。いろいろお願いします、本当にね。いろいろあって、多分今ね、そのノウハウコレクターの方に急にメールを多分見ちゃダメって言っても、多分見ちゃうと思うんですよ。で、多分 YouTube の、そんな他の方のなんか動画たくさん見ても、結局動画を見てるだけで、結局自分が動かなかったらやっぱり、もう稼げないし、いつまでたってもノウハウをコレクターなんですよね。で、もう一つに絞るのであればですね、吉谷さんの動画を見ていけって感じですね、僕からしたら。それはなぜですか？だって吉谷さんの動画は、もう本当、普通のもうフリーの動画からして、すごい見る価値、本当にあるんですよ。他の方の、有料レベル。もうそれ以上の場合もあるし。で、もうやっぱり一人だけに絞ったら、あっち見たりこっち見たりもしないし、で、そうやって吉田さんの動画ばっかり見てたら、多分吉田さんの商品も買うと思うんで、で、吉田さんの商品を、買えばですね、間違いなく僕は、稼げると思うんですよ。特に、おすすめなのが、マフィア D なんですけどもね。吉野さん、今後募集するかどうか分かんないんだけど、なんで、もう本当、僕みたいに、ノウハウをこれぐらい出したいのであればですね、もう間違いなく僕はマフィア D だと思います。本当、ライズアップ、
痩せたいならライズアップなんだけど、情報で、稼ぎたいとか、ノウハウコレクターを出したいという方はですね、マフィア D しかないんじゃないかなと。でもね、これはあんまり言うべきことじゃないんですけど、ぶっちゃけて言うと、僕マフィア D をやってみて、実際にこの多分サービスを実際やって1年経ったかな。で、50人離脱しましたからね。半分離脱しました、はっきり言って。ああ、そうなんですね。だから結局やれない人もいたんですよ。だから僕は一番嬉しかったのが、その1000万ぐらいぶち込んでノウハウコレクター付けだったのに、ちゃんと行動ができるようになって結果が出たっていうのが、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。だってぶっちゃけそのギニュー特選隊緑のやつさんよりスキルがある人も入ってきて離脱したりとかもしてるので、ですね。多分今言うと思います。そう、もうぶっちゃけギニュー特選隊緑のやつさんってもう底辺の底辺なわけですよ。いや、そうじゃないですか。だって1000万以上買って行動できないんですよ。底辺の底辺でしょ、どう考えても。僕がね、上から目線で言うのももうちょっと申し訳ないですけど、ですよね。いや、完全に、だもう本当嬉しかったのが、その人が変わったっていうのは嬉しくて、多分ですね、僕、マフィア D ってワンツーでやってるじゃないですか。そうですね。で、ワンツーでやってて、ギニュー特選隊緑のやつさんが、マフィア D のコンサル生の中で一番圧倒的に何が、違うのかっていうと、やっぱ僕のことを、キモいぐらい好きなんですよ。ああ、そうです。そう、そうですかね。だからもう僕のめちゃめちゃファンだから、先ほど言ってくれてた通り、吉谷さんに嫌われたくないから行動したみたいな。だから僕のこと本当にファンで好きでいてくれるから、僕の言ったことちゃんとやってくれるというか、でもそのコンサルに入ったら稼げるのかなとか、なんか僕は温度差を結構か、まあ、ワンツーでやるじゃないですか。だからワンツーでやるんで温度差感じるんですよ。で、だからうーん、本当に僕のこと好きっていうのをすーすー感じるんですよね、ギニュー特選隊緑谷さんは。あ、そうですか。だけど他の方は、なんか、それを感じない人もいたりとか、感じない人は離脱やっぱしてきたりとかしますし。なんか結構ね、やっぱ本当にその人をリスペクトしてて、本当にその人が好きで、なんかそこのコンサルに入ったら稼げるじゃなくて、この人とつながっていたいとか、この人と別にその質問はないんだけど、毎週話したいとか。そこは、そうですね、そこありますよね。多分ね、僕ね、そこだと思う。これは本当に僕、だって実際ね、何人もやらせてもらって、最初やる気あります、頑張りますって言って離脱した人も何人もいるんで。だってドタキャンもありますし、音信不通もあるし、だってドタキャンあるんですよ、最初頑張りますって言って。だからそのコンサルの日になるじゃないですか、待機してるんだけど全く連絡来なくて、すいませんって入れても全くノーレスみたいな。そうなんですドね。タキャン結構ありますね。 で、そこから音信不通もあるので、だからそういうのを経験して、だからそういう人もやったし、でも、こういうね、ギニュー特選隊緑のやつさんみたいなパターンも出てきたし、だから、僕も勉強になったなと思いますね。そうなんですね。でも、やっぱりそこ、あるかもしれないですね。だから本当にリスペクトしてる、本当に好きっていうところがやっぱ一番ですね、マフィア D の中で一番ですよ、やっぱギニュー特選の緑谷さんが。そうなんですね。だから結果出たんじゃないかなっていう。だから僕のコンサルとかじゃなくて、一応僕はやっぱ経験もあるじゃないですか、15で年すよやってね。るし、本も一応出してるし、一人やってるんで経験あるんで、ノウハウも伝えられるし、サポートも一応できるわけですよ。で、どうやったら売り上げ上がるのかっていう、その75万の売り上げ上げる方法もバッてやってやって、しかもテンプレートじゃないですか、あれ。そうなんですね。完全テンプレートでこのままやってくださいって言ったらレスポンス来たわけじゃないですか。そうですね。で、しかもそんなに難しくないけど、全部それも言ってその通りにやってもらった結果出ましたけど、だからそれ、なんか僕は提供できるんだけど、その提供できるものをどれだけ素直にできるかっていうとこだと思うんですね、本当に。だから、
僕がすごく思うことが、本物のノウハウであろうが、偽物のノウハウであろうが、結局それをどれだけ信じてやれるのか、リスペクトしてやれるのかっていうところが絶対的必要なのかなっていですね。う。そうですね。本当のことを言われてても、そのやっぱりその人の顔とか仕草とか変な癖とかあったらね、あ、やっぱり好きになれないんでね、やっぱ動こうともしないと思うし。多分あれじゃないですか、多分今男と男で話してるんでちょっとイメージ湧かないかもしれないですけど、めちゃめちゃ好きな女性が出てきたとするじゃないですか。じゃあその好きな女性のためになんかめっちゃ考えたりとか、プレゼント、このプレゼント指輪買ったら喜ぶかなとか、あ、このなんかめっちゃ考えてめっちゃ行動するじゃないですか。その女の子に好かれたいとか、その女の子と付き合いたいってなったらめっちゃ考えて行動すると思うんですよね。しますよね。だから多分それだと思うんですよね。まあ、その義乳特選隊緑のやつさんは、だから嫌われた、吉谷さんが嫌われたくないみたいな。だからそうですこ、ね。だからその恋人になるというか好きになるって結構大事だなっていうのは感じましたね。本当になんかメンターって言うじゃないですか。メンターのこと好きなのかって話ですね。メンターのことをリスペクトして好きなのかっていう、だからそこに行くとやっぱ好きだし、言うこと聞くし、考えるし、やるしっていそれありますね。だってう。僕いつもコンサルずっと次何質問しようかとか常にメモってますからね。あ、マジですか？あ、やっぱそこですよ。だってあれですもん。僕毎回その今日の質問ありますって聞くと、いやないですねっていう人結構多いんですよ。でも義乳特選隊緑のやつさんは必ず質問用意してるので。もう必ずもう次何喋ろうかって、その辺も僕もワクワクというか、いろいろ聞きたいんで、いや、だからそれはあれですよね、今日好きな人と電話できるみたいな、今日好きな人と LINE できるみたいな感じですよね、多なんかまだまだ喋るのが下手な時にね、分。自分が厨房の時に好きなんだけど会話が続かないからなんかネタを書いとくみたいな感じです。ああ、なるほど、なるほど。厨房の時に もうそんな感じでもう常にもうメモは取って、あ、これ聞こうと思った時はすぐもうメモで書いて、ああ、いや、それね、ほんとね、義乳特選隊緑のやつさんだけです、ほんとに。毎回質問あるのは。そうですか。毎回質問何個、じゃあ、吉田さん、次これ聞きたいです。吉田さん、これ次聞きたいですっていう、必ず質問あるのは、義乳特選隊緑のやつさんだけですよ。今、多分、マフィア D トータルで20人ぐらいやったかな。20人中1人ですよ、多分。毎回質問あるのは。本当僕はさ、もったいないと思うんですけどね。本当に。僕は本当、もう、たくさん、本当に商材買ってきて、たくさんいろんな方とお話ししてきて、で、吉田さんと喋らないのは、本当、もったいないって思うんですけどね。他の方は多分初めて吉田さんのこと、この業界に入って、業界とかこの世界に入ってきて、初めて多分吉田さんを見た人は、多分そこまで吉田さんのね、重要性とか、なんていうかな、そういうことがわからないとは思うんですけども、非常にもったいないかなと、こう、一対一で喋れるの、今だけじゃないかなと僕は思ったりするときもあるんで。いや、まあ、マジで今だけですよ。だって僕も数増えたりとか、年取ったらやらないですから、そんな1対1なんか。ですよね。で、まあ、実際にマフィア D に関しては価格を落としてご案内してますけど、実際今、ワンツーコンサル300万でしかやらないんで、だってパワー使うんで、ワンツーは。ですよね。なんでやりたくないことをやってるかっていうと、売上僕、借金あるんで、それ返さないといけないですから。いや、だからやりたくないこともやるんですよ。だけど、もうそれがもう、ある程度潤ったら別にやりたくないことも僕絶対やんないですからね。本当もったいないと思いますね。もうせっかくのチャンスなのにと思って、僕は。なんで、もっと、本当はもっと、自分のレベルを上げて、もっともっとね、上の話も聞きたいんですね。もっとレベルの高い話も。まだまだそこまで僕が追いついてないんで、聞きたいことも聞けないこともあるんですけども、早く僕ももっと成長したいなとは思ってるんですけどね。いや、だからね、多分今ちょっと話聞いてて思ったのが、やっぱどれだけその人をリスペクトしてるか好きかって結構大事だなっていう。だからそのノウハウが稼げそうって入る人はやっぱうまくあんまうまくいかないんですよ。
だからその教えてる人、だから金八先生をどれだけリスペクトしてるのかによって構成するかしないかみたいな。だからそうですね。例えば金まあ八ど先生、こ。そう、多分金八先生のことはなんだこいつと思ってる人は構成しないんですけど、やっぱ金八先生すげえな、やっぱみたいになると構成していくじゃないですか。あ、そう。最初は反発してんだけど、そう。あ、そんな感じですね、もう本当。だからその、なんか今って昔に比べると情報がもう無限に無料で出てるので、ですよね。だからそれをどのように吸収できて、そのそれを使っていけるのかはそこかなと思いますね、本当に。だって稼げる、そう、稼げる情報なんかも YouTube で検索すればもうめちゃめちゃご丁寧にいくらでも話してくれてるんじゃないですか。ですよね。もうまさかこんな時代が来るとは思わなかったですよね。いや、そうっすよね。もう昔本当に PDF の時代なんかね、本当買わないとないっていう時代だったじゃないですか。ですよね。こんな動画の情報があったら多分ね、すぐ数万円で売られてましたよね。そう、売られてました、マジで。もう余裕で売られてましたね。ね、なんか本当。だから今は本当にその一人でやれる人は一人で稼げるだろうし、一人で稼げない人っていうのはやっぱその先生をどれだけ好きになれるかっていうの結構大事かもしれないですね。この人ですの、ね。この人の言ったことは絶対やろうとか、この人からもっと聞きたいとか、結局僕も4次元ポケットは持ってるんですけど、それをなんかのび太くんみたいに「ドラえもんこんなのやりたいんだよ」っていう質問がないと僕も出せないんで。ですよね。そうそう。のび太が黙ってたらね、そう、のび太くん黙ってたら何もドポラえケッもトんから、黙ったままですもんね。そう、僕どら焼き食って寝てるしかできないですから、のび太くんが困って「ドラえもん」って言ってくれると、のび太くんこんなのあるよみたいなね 出せるけど、ほんますね。ただ無言の そ無言のドラえもん。う、もうただもうぼやいておくしかねえみたいそう、引き出しは結構持ってますけどね、やっぱ聞かれないとやっぱ僕も出せないんで。で、しかもそのステージごとやってないと、やりましょうしか言えないし、で、そのやっていく過程の中でやれば次のそのアドバイスもできるだろうし、だからフロント商品売ったら今度アップセルとかバックエンドじゃあどうやっていこうとか、じゃあバックエンド売ったら次にさらにバックエンド売っていくためにどうすればいいのかとか、単価上げるためにはどうすればいいのかとか、単価を高くしてどういうオファーを作って断りきれないようにするのかとか、なんかそういう高度な話ができるようになってくるじゃないですか。でもそれってやってないと、なんか無料プレゼントも作ったことありませんとか、フロント商品も作ったことがありませんっていう人に言っても多分できないと思うんで。そうですね、できないしね、理解できないと思います。ほんで、頭の中では入るだけで、全然身につかないと思いますね、でやすっよぱり。ね。一つ一つこうクリアしていくって、初めて、もうカチンとこう、カチン、こう、自分のね、技となってできるのかなと思いますね。そうですね。まあ、いろいろとお話聞かせていただいて、最初10分言うてたんですけど、30分ぐらいになっちゃったんですけど、申し訳ないです。いえいえ。今、あれどうですか、その今、サラリーマンでも働いてるじゃないですか。コロナの状態、どんな感じですか、今。多分もう今は大丈夫なんですけども、多分これは多分今回非常にまずそうですよね、かなり。どの会社も。今働いてる会社さんでは、どういうそのコロナに対してのなんか、出社はされてます、今。あ、言ってますよ。あ、行ってるんですね。会社でどんな話題出てます？やっぱコロナの話題出てるんですけども、まだそんななんか緊急でまずいとかそういう話はないですね。じゃあそこまでめちゃめちゃ影響出てる業種ではないってことそう、まあ出てるといえば出てるんですけども、なんかそこ、なんか首とかそんなのはないですね。リストラとかは。じゃあまあ飲食店みたいにもうリストラ、まあ、もう飲食店とかだったらもうね、売り上げゼロじゃないですか、もですよね、大変だと思いう。ますだよ。からね、その国から保証もらってもそんな無理だよって話で。まあ、店畳むかリストラしてなんか切り詰めるかっていう話しかないと思うんで、ですよね。じゃあそこまでではないってことですそうですね、ね。今のところは。なるほど。どうですかね、まあ、その今こういう状況でもありますし、自分がこう発信できて今メディアができてて、こういう状況、じゃコロナなんかこういう状況でもしっかりそうコンサル売ってるわけじゃないですか。4月の売り上げですもんね、それ。直近ですそうもでんす、ね。4月ですね。まあ、なんか、
世間ではそう騒がれてる中、自分がノウハウコレクターだったにもかかわらず、しかもこの状況じゃないですか。で、この状況下で初めてコンサル15万で売って、5人売って75万売り上げ作ってるじゃないですか。これに対して何か思うことってあります？だって普通じゃありえないじゃないですか。ありえないですね。ありえないですね。で、さらに今までノウハウコレクターだったし。やっぱり非常にそこまでコロナにもうビビれないですね。ここ2、3、2ヶ月ぐらいかな。1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ぐらい前から、何か見えてきた感があってですね。多分、こうやったら商品って、売れて、で、お客さんもすごい満足してくれてっていうのがちょっと分かってきたんで、別に今クビって言われても、多分僕は大丈夫な気がします。まあもちろん吉永さんに泣いていくかもしれないんだけど どうしようって言うかもしれないんですけども、でもまあこうやったらいけるっていうのはね、ちょっと分かってきて、なんで、今のジャンルですね、今のジャンルと別のジャンルに行っても、多分僕売り上げとかを上げていく自信はありますね、今も。じゃあ、なんかじゃあコなんツか、をつかんだって感じですかね。そうですね、本当つかみました。で、これもやっぱり、やらなくちゃ分からなかったことですね、やっぱり自分で経験して、よく情報商材で、お客さんにこうやって売っていったらこうなんですよみたいな感じの、パターンあるじゃないですか。なんかメルマガのアドレスを、どうやら集めてとか、そんな順番があるんだけど、結局そういうのはみんな言ってること同じで、でもやっぱり自分でやってるとまた全然違うことに気づいたり、見えていく部分がたくさんあって、で、こういう時にお客さんってすごく喜んでくれるんだなとか、こういう時に自分はもう自信を持って、商品を売っていけるんだなとか、もういろんなとこが分かったんで、もうかなり本当びっくりするぐらい、成長したかなとは思いますね。なるほどですね。まあでもやっていかないとそこ分かんないですからね、本当に。かんない。本当わかんないです、ここは。でも、これなんだっていうのが、本当はもうここ1ヶ月ぐらいですかね。だから会社のパンフレットいくら見ても会社の中に入んないと分かんないですからね。いや、本当に会社の綺麗なパンフレットいくら見ても会社の中入ってみたらぐちゃぐちゃみたいなね 人間関係ぐちょぐちょみたいなのあるじゃないですか。だからまあ本当に現場でしっかり行動して体験していろんな経験積むことが本当大事かなと思いますしそうですね。ね。で、吉永さんのおかげもあるんですけども、自分が思ってたより難しくはなかったです。まあ、なんで、逆に僕突っ込んでいいですか？1000万とか1500万買っといて、なんか今更難しい言うてんなっていだからそこは僕は敵がものすごく強いと思ってう。て、もうフル装備で行かなくちゃいけないみたいな感じだったんですよ。なんかもう剣道の面とか胴とかこてつけて、なんかもう次々いっぱいこうパーツをつけまくてですね、戦いに行く感じでやってたんで、実は別に全然そんな武器なんかもいらなかったみたいな感じで、初めの一歩ですね、ノウハウコレクターの方にはちょっとこう一歩踏み込んでもらえれば、案外スムーズにね、行くんじゃないかと思います。あ、そこそう。今の話で言うならば、この前のその75万の売り上げ作った時ですよね。なんか、夜分遅くすいませんっていうメッセージですもんね、75万の売り上げ。なんかそのね、言ってたのが、いや、吉谷さんみたいになんか動画作んないといけないんじゃないですかとか、LP がないとダメなんじゃないですか、なんかプロモーションなんかどうするんですかみたいな、なんか話してたじゃないですか。いやいそうやいなんや、ですとりあえず夜分遅くすいませんから行きましょうみたいなね 今すぐ夜分遅くすいませんメール送れみたいなね いや僕の中ではなんかもうそういうなんていうかな、動画を撮っていくのがもう当たり前と思ってたんで、でそういうのを撮らないと売り上げなんかも上がらないって思ってたんで、でも全然本当は違かったんですよ。そうですね、夜分遅くすいません LINE メールで75万ですからね もうびっくりしましたからね
それもやっぱやってみないと分かんないじゃないですか。わかんないし、だから僕本当次ノファーコレクターの方に僕絶対成功させる自信ありますよ。まあそれはそんだけ買ってきてますからね。 でも逆にね、僕武器だと思うんですよね。そこまでやっぱ買って、だからそのいないじゃないですか、ノウハウコレクター。いや俺ほど買ったみたいな。そうですね、多分あまり これね、家ないと思建つぐらい買ったでみたいな、結構それ。 いやまだ甘い、もっと買えみたいなね。ま俺あでもほそういうの、ど、本当でも、そういうの買ってからこそですね、買ってきたんで、本当、吉野さんのその貴重な存在っていうのも分かったし、まあ、いろんな部分分かったこともあるんで、別に、今と、そうっすね、多分ね、そうだそうだ、ギニュー特選隊の緑のやつさんが僕のことを相当リスペクトしてくれてる一つの理由が、多分ね、そこまでめちゃめちゃいろんな情報を買いまくっていろんな人を見てきたから、そうですよ。僕の深みをより理解していただけてるのかなっていうのは感じ、それはあるかもしれないですね。そうなんですよ。そうなんで、本当 DRM で売り上げ上げてる方たくさんいるんですけども、そんなもなんか薄っぺらい人についていっちゃダメかなとは僕は思うんですけどね。だってそんなの増えてきたら多分その人多分消えていくんで、でも多分吉谷さんは多分その時でも僕は生き残ってると思うんで、やっぱり厚みが違うというかですね、いや僕とはは思うんです雑けど草ね。なんで踏まれても行きますからね。雑草ですから。 もう僕は雑草と思ってるんで、自分のことどうぞ踏めと、俺を踏めと。俺を踏め。それを踏めと、俺を踏み台にしていけと、俺は踏み台にされても俺はまだ耐えられるぞみたいなね。踏みはしないんですけども、もう本当、変な薄っぺらい人にね、まあ、ついていったら、もう2年後、もしね、その時、なんか数百万とかの売り上げ上げて、やったなんか、これで脱サラだみたいな感じで脱サラしても、なんかまた売り上げ全然上げれなくて、その後サラリーマンに戻っちゃうんじゃないかなとか思うんですけどね。その辺、やっぱり吉野さんは、吉野さんから教わったら、多分本当、力はついて、僕は言ってると思います。まあだからやっぱリスペクト量ですね。これリスペクト量っていうブログ書こうかな。いいですね。いや結構大事ですね。その行動量、思考量、リスペクト量っていいかもしれないですよ。ちょっとメモっていいですか？リスペクト量いいな。リスでもペクね、ト量。僕もそれ今まで気づいてなかったんですけども、多分リスペクト大事だと思いますね。だって本当ね、顔とかが気に入らなかったらね、頭に僕話とか入ってこないんですよ、そうそういうのそう、が。あるじゃないですか。多分ね、僕を精神的にキモいって無理っていう人いると思うんですよ。それは無理ですね。無理ですね。その人はもう初めからもう動画見ない方がいいですね。だどっから、かで必ず嫌になるんで。そう、多分精神的に受け付けないって絶対無理じゃないですか、もはやそこの時点で。なんかこう喋ってる時もこうたまに舌をペロンとか出す人とかいたら僕その舌ばっかり見ちゃうんですよ。なるほどね。 頭の中で話が入ってこなんなかいんおっで。ぱいの谷間見ちゃうみたいな。 なるだからもう女性の先生も僕向いてないし、ほど。なるほどね。気になっちゃうんで。でもそういうのすごく本当あるかもしれないですね。もう顔とか仕草とか喋り方とかね。だって、変な喋り方したら多分。いや僕も変な喋り方じゃないですか。ほんまですね。じゃあ、今の話でっかいですどうね。考えても変な喋り方だから、やっぱ好みだと思うんですよね。好みですね。ほんま、そうっすね。だ僕嫌い、僕を好きになれない人って絶対いてるんで。います。もう必ずいると思いますね。だっなんだこていつは多エッジ高いです。エッジ立ててるんで僕。分。立てすぎですよ。めちゃめちゃ立ててますからね。立てすぎです。だけどエッジ立てたおかげで僕はギニュー特選隊緑のやつさんに出会えたんで。ですね。それはありますそう、だね。からありがたいんですよ。だからこれほどリスペクトしてくれる人ってあんまお客さんの中でいないんですよ、やっぱ。そうなんですね。結構そのファン度が高いっていうのはふつふつ感じるんで。そうなんですね。いやだって結構もでも多う僕分本当ね。だってノートパソコン僕売りましたけど、いや吉谷さんのそのノートパソコンシールペタペタの欲しかったんですみたいなね。もう欲しかったんです、本当ね。もう、でもそのパソコンは手に入らないと思ったんで、もう、パソコン買ってまだ1年も経ってないのに、ヤフーでね、オークション見て、MacBook 買おうとしてますからね、真似しようと思って。
いや、僕はそれを感じたのか分かんないですけど、アップセルでノートパソコン売りましたからね。で、次に赤い靴と白のパンツ履いてたんで、それも真似しようと思ってね、ちょっと買おうと思ったんだけど、ちょっとさすがに ちょっと目立ちすぎるかなと思って、 そこはやめたんですけどね。いやー、でもまあちょっとね、このリスペクト料はちょっとブログの記事にさせていただきます。でもまあ、多分、誘拐はないかで、多分思ってる方、多分たくさんいると思いますよ、吉田さんの動画だったら、見てる方は。たまたま僕はこうやって喋る機会が吉田さんとはあるんで、こうはっきりしてこう喋ってるんですけども、思ってる方たくさんいると思いますけどね。まあ本当にで、だっまあて、リスペクトしていただいてるんであるならば、まあマフィア D 入っていただいて、しっかりいい、そうだ、僕が今一番最強の商品はやっぱワンツーでこうお話しするやつですから。絶対、僕みたいにリスペクトしてる人は絶対入った方がいいと思います。なんで、だって、本当僕の質問に吉谷さんも5秒かかったことないですからね。すべて即答なんで、もうすべて悩みを解消してくれるんで、もう本当リスペクトしている方は、もう本当マフィア D は僕が今まで本当何百本も買ってきた中でずば抜けて1位ですね。間ざわ違いなす。く。いや、でもこれ以上の商品作れないですから、僕は。で、やりたくない商品なんで。そう、まあ一番いいのはドリームアカデミーに入っていただくのが一番僕としてはありがたいんですけど、要はそのワンツーコンサルは本当にパワー使うんで、僕。それはまあね、コンサルをやったことがない人は分かんないと思うんですけど、まあぶっちゃけ労働じゃないですか。ですよね。だからそのコンテンツ販売って、コンテンツ販売した後、この講義見てねっていうことができるじゃないですか。でもコンサルって、その時間使って、2人で時間使ってこう喋り合わないといけないんで、で特にそのマインドブロックがほとんどの人が多いので、外す作業って大変なんですよね。ですよね。でもまあ、ここまで聞いてくれる方にですね、僕の本音を言えば、マフィア D が最強かなと。ありがとうございここまでね。ます。まあもう50分ぐらい喋ってますからね。でもなかな本当、かここまで聞く人は、まあ、いないと思うんですけリスペど、クトがファンしてないと聞かないですよね。ここまで聞いてるんで、多分かなりリスペクトしてるはずなんで、間違いなくマフィア D、本当、僕はもう神田先生とか、ミスター X とか、木坂さんとか、もういろんな方、教材買ってきたけど、多分僕は圧倒的一番だと思いますね。いや、でもそそういうれあ大り御が所たいでのすね。方。もう今出たのってミスター X、神田さん、木坂さん、もうめちゃめちゃ大御所じゃないですか。もう大御所中の大御所。で、今ね、その方の、もう今、情報発信してる方は、もう本当、もう5番煎じ、6番煎じの方ばかりなんで、そういう、まあ、もうその他にも村上さんとかいろいろね、まあ、たくさんいるけど、で、サイトアフィリエイターのね、まあ、すごい稼いでる方とか、まあ、数千万とか稼いでる方とか、いろいろ僕、つながり持ってきたんですけども、やっぱり、吉谷さんが一番かと思います。この今まで聞いてくれた方に。いや、でもありがとうございます。ノウハウコレクター代表で、その、なんか比較ランキングしていただいてありがとうございます。ちょっと名前出すのもいかない、だめかなと思ったんだけど、ここまで聞いてる人少ないとまあ思まあ、うんそうで。ですね。50分ぐらいもやってますから、多分。なかなか難しいですね、ここまで聞くのは。なんで、本当確実だと思うんですけどね。まあ、そこは本当、先ほど、ね、言ってるように、リスペクトするかしないかもあるんですけどね。ということで、まあ、すみません、もう深夜はもう0時半になっちゃいましたね。申し訳ないです。全然、いえいえ。まあ、ということで、まあ、とりあえず、まあ、やれということで終わって大丈夫ですかね。そうですね。とりあえずちょっと、やれと。そうですね。とりあえず、もう、リスペクトしろと。ですかね、やっぱりね。まあ、でも本当まあ、にですね、ノウハウコレクターだったとしても、その月収100万、まだ今月あとちょっとありますんで頑張っていただいて、月収100万っていうところね、普通なんか雲の上だったと思うんですよ。そうですね。でもそれが本当に現実で、ああ、こうやって売れるんだっていうのを体験していただいたっていうのは、僕も本当嬉しいので。
いや、ちょっとありがとうございます。いや、本当にね、嬉しい限りですね。まあ、でもそう言ってもらえても僕も嬉しいです。なんで、まあ、これ聞いてる方でノウハウコレクターの方は、月収100万は本当に無理じゃないので、ここまでノウハウコレクターの人でも、まあ、買われたっていうのが僕は本当に嬉しいので、ですね。希望を持ってほしいですね、なんか買われるっていう。だって多分これ聞いてる方の中で1000万以上ノウハウ買った人いないと思うんですよね、あんまり。そうですね。いなくないですか、多少分。ないと思いま少す。ないですよね、1000万以上ノウハウ買うって。まあ僕アホちゃうかみたいな。で、だって1000万買ってほとんど稼げてないですもんね。そうですね。もうそれそうですもね。う、そのなんか5年、まあその銀行の利子少ないですけど、1000万ぐらい10年貯金とかしてた方がなんかちょっとでもなんか入ったんじゃないですかっていう。ですよね。本当、今日これで分かったのは、僕が一番この動画ためになりましたね。僕が一番バカだったっていう。いや、もう僕もバカなんで人のことは言えないですけど、まあ、相当バカだと思いますよ。底辺の底辺ですよ、もう完全今まで俺、いけてると思ったんだけど、底辺ですね、やっぱり。な。ということで、まあ、底辺同士の営みをさせていただきまして、もうそろそろ終わろうかなというところで、最後まで聞いていただきありがとうございました。それで、あと、ギニューの特選隊、緑のやつさん、ありがとうございました、今日は。こちらこそありがとうございました。まあ、今後もなんかノウハウコレクターなんちゃらって来たらすぐインタビューしようかなと思って。任せておいてください。多分本当に1000万以上買ったノウハウコレクターの方結構希少だと思うんで。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。がとうございました。